どうもこんにちは、 GT マックスガジェット部ゆたかです。今回紹介するのはね、こちらじゃんと100均のワッツで売っているコンデンサーマイクです。 GT マックス。たまたまツイッター現 X を見ていたら話題になっていたので購入してて、ちょっと忙しかったのでほったらかしにしてたんですけどね、レビューしようかなと思って、ね、今回紹介します。ワッツで売っているコンデンサーマイクですが、これ値段見ていただく通り税込み1100円というめちゃくちゃ激安なね、コンデンサーマイクなんですよね。それなのにこのマイクスタンドが付いていて、かなりお得なんじゃないかなと思ってね、今回紹介します。どんな感じかね、これ開封してみましょうね。今開封しましょうっつったんですけど、まずね、裏側にこういう風に説明書きが書いてあるんですよね。裏面はね、捨てないで撮っとくか、スマホかなんかで写真撮っといて残しといた方が後々便利なんじゃないかなと思いますね。じゃあとりあえずね、一回開けてみましょう。まあ開けるとこんな感じですね。スタンドはなんかプラスチック製とはいえ結構しっかりした作りではありますね。かなり便利なんじゃないかなと思いますね。ただね、やっぱ高さの調整ができないんで、そこだけが不便かもしれないですね。で、マイクの方ですが、ここの部分は金属で出てきてますけども、基本的にはね、プラスチックとかそういう感じの素材で出てきてますね。だから耐久性とかそういうのはないですね。接続端子はね、これ 3.5 ミリジャックですね。ケーブルの長さ 1.8 メートルあります。周波数特性ですが、50Hz から 16kHz と、1100円にしてはまあいいんじゃないかなと思いますね。インピーダンスが 2.2 キロオームなんで、かなり高めなので、ノイズにもしかしたら弱いかもしれないですね。その辺はちょっとサウンドチェックの時に確認してみましょう。一番驚くのがね、説明書きのところに書いてあるんですけど、複数フィルターによるノイズ防止構造仕様になっていますって書いてあるんですよね。コアフィルターは電気ノイズを防止し、スポンジフィルターは湿気などによるコアへのダメージを防止しますって書いてあるんで、値段が安い割にはノイズフィルターついてるんで、すごく便利だなと思いました。まあもちろんね、インピーダンスが高いんで、ノイズに弱いっていうのがあるんで、それ対策かもしれないですね。またちょっと説明書きに戻るんですけど、ここに使用上の注意で赤い字で 10V 以上の電源供給はしてはいけないと書いてあるので、オーディオインターフェースなんかについているファントム電源だと壊れます。だから絶対使わないでください。で、もう一個注意点としては、この MacBook みたくこのイヤフォンジャックとマイクのジャックが一つになっている場合は、モニタリングのための変換ケーブルが必要になってきます。なんかそれ買うのめんどくせえなと思ってたんですけど、僕はね、昔 iPad に外部マイクをつけようとする試みを試したことがあって、その時に使ったケーブルがね、あるんで、これですね。これを使えば、録音とモニタリングは一緒にやることができます。で、Windows みたくね、イヤホンジャックとマイクジャックが分かれてる場合は、別にそれをやる必要ないんで、この変換ケーブルは必要ないですね。まあ、これもそんな大した額じゃないですよ。そこそこ長いこと YouTube やってると、こういうね、田中のボタン押し的なことが起きますね。マイクセッティングするとこんな感じになりますね。ここのホルダーの部分もね、そんなに強いわけじゃないんで、ここは注意した方がいいですね。で、おそらくこっちが上だと思うんで、こっち上にしてやってみます。それではね、MacBook Pro につないで音を確認してみましょう。まず MacBook Pro のね、ここに、この変換ケーブルをくっつけて、この赤いやつに挿す。これでマイク入力完成ですね。ヘッドホンはこっちにこうやってつけると、これで録音しながらモニタリングできるような状態になりますね。それではね、ちょっと試してみましょう。どうもこんにちは、 GT Max ガジェット部ゆたかです。今回はワッツで買ってきた1100円のコンデンサーマイクで話しています。音はどうでしょうか。チェックチェック、マイクのテスト中。キーボード打つときはこんな音しますね。こういう感じですね。どうもこんにちは、 GT Max ガジェット部ゆたかです。今回はワッツで買ってきたコンデンサーマイクで話しています。これね、入力のレベルが 50% になってるので、ちょっともしかしたら音が割れてるかもしれないですね。キーボードを打つ時の音はこんな感じですね。まあ、結構入ってると思うんですけども、今ね、ちょうど、なんですかね、机に直接置いてるような状態なんで、まあ、下に布とか引くともうちょっと、軽減される可能性ありますね。ちょっと布を置いてみましょう。で、布を置いて、キーボードを打つと、まあ、少しはマシになったんじゃないかなと思いますね。
どうもこんにちは、 GTMAX ガジェット V 豊です。ボリューム 50% にするとノイズが気になったんで、もしかしたら電源ノイズかもしれないので MacBook Pro の電源を外して今バッテリーで稼働させるような状態にしています。音はどんな感じでしょうか。でキーボードを下に布を引いて打つと、まあこういう感じですね。布を外すとこんな感じ、まあこういう感じです。どうもこんにちは、 GTMAX ガジェット部豊です。今回は Watts のコンデンサーマイクを使って話しています。ボリューム 50% だとちょっとノイズが多いなと思ったので、逆にボリュームを 20% ぐらいにすると、これはこれでちょっと音が遠いなって感じしたんで、その間のメモリーのだいたい 33%、 3分の1ぐらいにして今話してますね。音はどうでしょうか。キーボードの打鍵の音はこんな感じ、下に布を引くとこんな感じですね。こんな感じですね。ちょうど中間ぐらいにあるんで、音量はそこそこでノイズは少なくなってんじゃないかなって期待してるんですけど、まあ、ちょっと聞いてみましょうね。こちら Watts のコンデンサーマイクの感想です。低音域にまずフィルターがかかっているので低い音は結構カットされてますね。値段から考えれば可もなく不可もなくって感じですね。入力レベルを上げれば上げるほどノイズはでかくなります。基本的にはね、入力レベル 40% 以下にしてノイズと声のバランスを取りながら調整していくっていうの方がいいと思いますね。ノイズに関して言うと高い音のノイズがなかったので、それ考えるとね、昔レビューしたソニーのマイクに比べるともう全然マシだなと思いましたね。あれ本当ひどかったですね、そう考えると。で、電源ノイズはさほど影響は受けてないかなと思いました。そういうわけで、1100円っていう値段を考えると、コスパは良いと思います。なんでかっていうと、カメラのマイクで、これの10倍ぐらいする値段がついてるマイクがあって、まあみんな結構いいって言ってるんですけど、もう、電源ノイズ乗りまくってるんで、それに比べればまだこっちの方がマシなんじゃないかなと思いましたね。どうもこんにちは、 GTMAX ガジェット部豊です。今回は Watts で買ってきた1100円のコンデンサーマイクで話しています。音はどうでしょうか。チェックチェック、マイクのテスト中。どうもこんにちは、 GTMAX ガジェット部豊です。今回は Watts のコンデンサーマイクを使って話しています。ボリュームだいたい 33%、 3分の1ぐらいにして今話してますね。音はどうでしょうか。録音した音を編集してみたんですけど、入力レベルを下げた状態でも少し音割れしてるみたいなんで、音量とか音圧を上げるための編集をするとなんか変な音になるんで、基本的にはやんない方がいいかなと思いましたね。もちろんね、編集する技術がある人は大丈夫だと思うんですけど、簡単に編集したいなって人はあんまりこのマイク向いてないかなと思いましたね。安いマイク探してるって言うんだったらこれでもいいと思うんですけど、まあ正直なところ、もう少しお金貯めて、このファイファインのコンデンサーマイク、K669 を買った方が、音の編集もしやすいですし、音も結構太い音するんで、僕はどちらかというとファイファインの K669 の方がおすすめですね。それに、これ程度であれば、下手すると、Mac であればね、Mac のマイクもかなりいいですし、iPhone のマイクを使ってっていうのもできるんで、そんなに必要かって言われたらちょっと疑問かなと思いましたね。動画のネタにするんだったらいいんじゃないかなと思いました。そんなわけで今回は、Watts で売っている1100円のコンデンサーマイクのレビューをしました。参考になれば幸いです。この動画が良いと感じたら、グッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。